いきましょう。はい、では始めていきましょうかね。というわけでリベンジ、はいはい、ではこれをやっていくか。はい、ではこれをSD 耐久に持っていくかな。まず身長をね、一気にだって縮める方いきます。どうしようかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、ではこっち進めていくか。手の長さ、足の長さ、サムライマンさんのロゴを確認しながら行こう。でもって
ではでは、アブの方から衣装を持ってくるか今ちょっとチャレンジ中ですね。でこれを吐き出すのはどうやるのかな。これを持ってこれるかな。これを引っ張っていくことはできないのかな。ちょっと待ってね。ユニティでしか引っ張れないのね。これを引っ張っていきたいね。いや、それより服を探すと早いか？ちょっと待ってくださいね。
これを、できるじゃん。で、これが。よし、じゃあ。で。これは OK じゃん。で、これも引き伸ばせるから。これで落とせることは分かった。で、これを再編集するには、
あれで拾って持ってきてもなぁ。編集はできないのね、なるほど。そうですよね。衣装をどう持ってくるかだね。衣装の追加の仕方、テクスチャーのインポートに関しては、こっち側から引っ張ってくるか、ちょっと今画面外の作業してて、ごめんなさいね。クリスマスコーデね。あー、なるほどね。ブースに衣装置いてあるんだ。はいはいはい。なるほど。ああ、
いけるいけるいける。うん。はいはいはい。はい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 。はい、これね。はいはいはい。はいはいはい。はい、池原さんとね。はい、これね。池原インフォーで。うん。結構今気づいて面白かったんですけど、ちょっとウィンドウ出しますね。これでね、Vロードちゃんに持ってくる衣装っていうのはよく分かったんですが、これかな。ウィンドウキャプチャーで。持ってくればいいんだね。ほいどん。切り替え方法っていうので、とりあえずこれで持ってくるんだよね。これとりあえずベータ版の方で衣装を、アバターを作って。
てアップロードするといけそう。うん、モデルはこういうのが公式でやってんのね、ウイロイドちゃん。そうですね、12月に向けて一応ねやっておこう。うん、とりあえず V ロイドスタジオの石はこれで OK でしょ。モバイルの衣装で和服があったからそれを持ってきたいんだけど、それを持ってくんのがつらたんだよね、これ。うーん、まあいいや。とりあえずこちらのサムライマンさんを、ね、この体験を目指すのか。ちょっとね、今画像を画面に映すんだけど、これね、追加するのウィンドウキャプチャーでいいかな。
ちょっと画像追加でいいかな。ピクチャースクリーンショット、これをゲームさせてもらって、でこの体型にしたいわけですよね。これを作りたいわけですが、背景をこれに寄せよう。全身の大きさというよりか頭の大きさのバランスだよね、これ。で、手足の長さを変えていく。頭の幅とかはこの長さを少し上げていけばいけそうだね。腕の長さを縮める。指の太さを上げる。手の大きさを少し上げてって、で足、太さ大きさどう短くして、足の長さも小さく、で足の大きさを上げてあげれば、でこうすることでデフォルメ具合は OK。 あとは頭の大きさだよね、これ。高さは少し上げておいて、かなり 3D チックにはなってきたよね。首の長さに関してはこれは下げた方が良さそうだね。こんな感じで、前が鏡具合にやって、首の横幅少し上げとこうかな。で肩幅に関してはちょっと短くしよう。これであと服装を整えればいけるんじゃない？いけそう。で顔のこれ大きさでいけるよね。これ後頭部にかけてテクスチャーを削っちゃおう。これで、テクスチャー編集。でもって、これをね、削っていけばいける。今ね、サムライマンさんね、後頭部のあたりをね、見たいんだよね、こうなると。
ブラシの太さを少し上げて、これで消していけるから、なんかバリカンやってる気分ない、これ。なるほどね。ああ、これで削っていけば、あとはこれをきれいに、はい、両端を残す感じのカットだよね。顔の大きさちょっと先に変えちゃおう、これで。うん、体型で顔の大きさを変えたい。これで顎の形を変えて整えていきましょうか。ともかくこれでもうちょっとね、アニメ寄りにしていかなきゃダメだね。こうなると頭の形気になりますね。顎の先端削ろう。地止めはね、しなくていいよね。瞳の横幅、これで OK ね。糸目はしない、目を開けとこう。はい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 。縦幅はね、基本的にしたいからゼロに近づけとこうかな。で、少し大きめにしとこう。視線の上下はこれちょっと下目に、でもって、ちょっとごめん、糖分補給する。突き当てます。
けど、ちょっとあれだね。和服テクスチャー気になるな。なるほどにゃの形を変化させるのに、やっぱ服が先に欲しいにゃー。
そうか。いやロングコート持ってきゃいけそうだね。よし、行こう。これでいけるね。あ、ガサガサしてごめんよ。
これだね。これを少し下げておいた方がいいんだよね。そうすると顎先をさらに口角の高さは点にしといて、これで耳を大きくすればいけるよね。耳の大きさをこれで、上下はなし。丸耳に持ってこう。で、丸くしていけば。耳は消さない方がいいね。頬の高さを下げることで丸くなるよね。顎が尖ってるの気になるね。これ頬の前後で、そうだね、下まくり系にすることで丸くなるよね、顔。顎を丸めよう。よし。おー、これいけんじゃない？あ、いけるね。粘土っぽくなってきたね。もう少しこれ。で、顎を下げようか？いや、顎はいらないね。顎の前後で。いや、これはゼロだね。ゼロにしとこう。数値変更させようね。で、エラーは、なくていい。眉が実は、あれか、丸眉じゃないのか。眉変えましょう。マロじゃなくて OK。で、これで目立つこれだね。いや、もうちょっと濃い感じか。なるほど、濃い感じですね、これ。
横にね。とりあえずこれでいけるでしょ。で、眉毛の縦幅はちょっと太めにしておいて、まつ毛を太くしたいんだよね、これ。まつ毛で、そうだね、傾きこんぐらいかな。高さはちょっと上に持っていこう。で、距離離そう。こんな感じじゃないか。うん、で、ひげをね、どうしようかな。もうちょっと目を離す。眉毛はいらない？いや、眉毛は白目なしでいいのか？あー、そっか、そうだね、これにしときゃいいのか。これで OK じゃない？テクスチャー編集で、これでこれ引っ張って、で、持って塗りつぶせばいけるかな。これいけるよね。いや、こっちよかったのか。で、これで OK でしょ。新規はちょっとして保存。これ OK で、そしたら眉毛の部分を、まぶた、まぶたは問題なし。アイラインを消すんだな。そうだね。あ、完璧に近づいてきてるね。下げるんだよね。いや、瞳のね、高さを、これをゼロにして。
目の距離をちょっと離していくとこんな感じかな。うん、目の高さを少し上げてあげてと。いや、下げた方がいいのかな。こんな感じかな。うん、これでいけるか。うん、絵をデフォルメしたいよね。ヒゲをどうしよう。描くか。チークはいらないよね。水分補給失礼。はい、ただいまと。なるほどね。
ちょっとね、これで服を感じだよね。もうちょい後ろ？これか。これで、あとはこれで OK だね。で、衣装ね、コートタイプにするってことで、コートにした上でこれで これで、なんか胸筋が面白いことになってるね。ちょっと待ってね。狭めちゃっていいかな。とりあえずこれで服だね。コートをチョイス。コートないかな。
こっちカスタムから持ってきたいね。和服を持ってきたい。テクスチャー編集。うん。レイヤー追加で、ここ今まで通りだね。いや、これは削除。で、これが、インポート持ってこれるから、市松のここをレイヤー追加して、これでカラー変更でいけないよね。これペン影色で割ってるで、これで、消すとどうなっちゃうんだ？なるほど、これはまずいね。は服ってことで浴衣にしましたが、なるほどね。ひげを変えよう。髪の毛のこの落ち武者感を出したいから、付け髪でこれをカスタムしたい。ヒゲをね、どうしようかね。ベースペイント。ベースペイントのヒゲを。カスタム追加でテクスチャー編集で、ここに黒で、ここを埋めとくか。ここだよね。
来るから、こんな感じかな。いじませるよりかは一直線とはいいね。よし、これでいこう。よし、出た。で、ブラシで、操作をこれで。この向きじゃないな。角度は違うんだね。よしよしよし。で、消しゴムちゃんで形を整えて、ぐーっと。これでいこう。で、片方がうまくいけばあといくよね。マウスでやってるからちょっときついね。かなり近づいたよね。紋付き袴じゃなくていいから、
ちょっとでもごめんね。これ全部持ってってと。ここで展開でのワンピースインポートいけるね。顔をやったら行ってみましょうかね。これ視点とね、シューター機にピッてやって切りたいわ。
こんな感じで、とりあえず粗削りだけどこんな感じでいいかな。こんな感じだよね。これで OK ね。これで保存して。上書き保存。衣装を追加で。プリセットワンピースだよね、これ。ワンピースの。カスタムで他とか必要な変更、ちょっとでフォルドからインポートして、でここに
Thank you.
うん、これでいけるかな。で、これかな。レイヤーの追加で。で、これにさらに。これの位置を、じゃこれを位置動かしたいんだよね。下に移動、下に移動。袖がね、いやこれは違うテクスチャーにつけるか。待ってよ。ちょっと待てよ。これは広げない。広げない。膨らませはしない方がいいかな。すぼめる感じか。ワンピースタイプもうちょっとロングないかな。リセット変えるとこっちかな。こっちやね。これさっきのこうやってこう。
で、これで、ここをインポートで変えてって、これじゃない。これじゃないんだな。なるほど。リセットの、ね、これで、本当です。これか。インポートで。じゃ、これでは使えないね。チャンス。ちょっとこれ悩ましいな。アドクスさんいらっしゃい。チャーだけでもありがたいよ。ありがたい、ありがたい。ありがとね。ちょっとね、パソコンからだから広告送れなくてごめんよ。うん。ありがとねーと。
ワンピース長袖で作ってから。こっちかな。ちょっと難しい。ワンピースのね。長袖を練習だから。どれだ。ワンピースのロン長袖だもんね。あくまでロングコートだもんね。ワンピースの。これかな。あーでこれでデフォルト画像を これでインポートで、あーなるほどこういうのね。あやり方分かってきたわ。これはなくていいのかな。じゃあロージにして、でインポーテーションとしてはこれに、そういう感じだよね。あたやさんいらっしゃい。今ね、ちょっとパソコン版の方でやってんだけど、ちょっとあれですね。あ、ギフトありがとうね。本当ありがとう。とりあえずサムライマンさんを作ってるんだけど、はい、ちょっと携帯の方を起動します。
まあこれね、あ、僕会社ありがとうね。今サムライパンさんはね、実際に 3D のアバターで作ってみてます。かなり近づけたんじゃないかなって感じなんだけど、ね、これでレイヤーを追加。で、レイヤー2の方に袴の方をインポートして。こんな感じだよね。で、一緒に遊ぼう、ありがとうね。で、この状態からボディの方に戻ってと、はい、これ新規アイテム出して保存しとこう。はいはい。で、こんな感じで寄せたでしょ。で、あとはどこか変えなきゃいけないんだけど、これをあ、足の曲線があれだよね。これを全体を膨らませる。こっちをなくしたいから、いや、これをなくそう。これでこうで、こうじゃ。で、ちょっと待ってね。プリセットマッパにしてからカスタムで、コモン。で、ワンピースで。で、これテクスチャーを変更で。重ね着機能がね、変に発揮されちゃってるね、これ。で、これでレイヤー1にインポート。
で、これと、はい、と、で、これで OK で、これで OK だね。で、これをスカートそのまま、袖広口そのまま、ウエストをちょっと緩めてあげれば OK。 で、スカートの長さを変える。膨らませるか膨らませない。で、そうめよう。その広がりは広がったまま、ここを広げてこんな感じだよね。うん、あとボディライン体型いじるかな。質を変えないとね。足袋を履かせたい。白足袋、白足袋で、靴を、アイカラにするか？サンダルナイン？パピないんだよね。とりあえずこれで体型あとはいじってこう。足は小さくしとけばそれっぽいよね。うん。うん。長いのはないわ。足がね、なんかね、キモい、この状態だと。胴の長さは、まあ、短くして、手の大きさは、大きくするとあれっぽいよね。いや、指の太さはマックスにして、手の大きさを、あーむずい。うん、まあこれでいくとして、うん、音声は消えてる？ああ、これで音声復活したかな？うん。で、手の大きさは小さくていいかな？
うん、ない。これでいじってくでしょ。やっぱ頭ちょっと長めで大きい方がいいのかな、こうなると。これをどうにかしたいね。こんな感じかな。足の大きさはまあ小さくていいよね。そしたら、うん、いい。眉をちょっと変えようかな。でもうちょっとこれをマシマシにしていきましょう。いや、これはないかにゃ。まだのしないし、眉これでいいかな。太さ変えるだけでいけそうだよね。で、瞳の色を変えましょうか。これをね、押し上げれば。これでいいんじゃない？肌の色もうちょっとあれか。口はね、小さくしとこう。はい、
チークはいらない。ただパスタン違う。コントロールし、はい、うん、これをちょっと画面前持ってって、これじゃなくて、ピクチャーからアイスクリーンショット引っ張ってきて、背景の方をカスタムでライトカラーもちょっと、ここはこれかな。なんか健全すぎる色合いしてるよね。もうちょっと暗めの方がいいかな。髪の毛はもうしょうがないかな。これ以上やるんだと本当に作り直しに近いもんね。足だね、問題は衣装の足だわ。ちょっと待ってね、わらじを探してくよう。サンダルで検索した方が早いかな。サンダルがなぁ、なんかあれだよね、男性向けの靴が少ないんだよね。これかな。
これで完成でいいかなと思うんだが、わらじサンダル口がね、そして今ねようやくね IQ さしたけど、どうかな、棒読みちゃん読んでくれるかな。口がね消すのはなかなか難しいんだよね。わらじね、わらじなかなかないんだよね。かといって買いに行くのもなんかな。なかなかね、ここまで行くと難しいですよね。なんかね、これに関してはね、ちょっとむずいわ。アウトラインはまああれとして、口ね、口か、口ね、口角は下げといた方がそれっぽいよね。下げといた方が学びっぽいから、すぐこれかな。こんな感じ OK だね、口は。ちなみにこれでちょっと動かしてみましょうか。赤羽の大きさはね、これ以上どうにもなんないんだよね。誰得なパンチラ。女性アニメーションじゃなくて男性アニメーションだよね。これか。こんな感じかな。目に関してはちょっとごまかしてる部分があるので、ちょっと違和感出ますけど、まあまあこんな感じだよね。ふんどし、ああ、ふんどしいいね。ふんどしテクスチャー用意しよっか。渡辺さん、ナイス。ふんどしね。
なるほどね。いや、ふんどし終わりだわ。ちなみに瞳を閉じるとさっきみたいに目が消えるからね。うん。よいしょ。これでロングコートと一致するような感じのテクスチャーをゲットできたから、これで OK でしょ。で、追加で、ロングコート。重ね着にできないのか。なんかひどい絵面になってるね。うん。私ね、追加するで、ここで追加すりゃいいよね。で、ロングコートのシャツ類で、で、デフォルト側をここ変更します。ここにインポートするのがパン、ふんどし、ふんどし、ふんどししましたね。で、レイヤーでこれで、はい、なくていいかな、ふんどし。こんな感じでいくかな。
で、これで、上書きでいいかな。こっちはいいや。こっから下が。ここの設定だよね。ちょっと待ってね。で広げない。ウエストの、いや、とかしない。ウエスト縛ろう。これでふんどしは大丈夫ですね。はい、ありがとう、わたるちゃん、来てくれてありがとうございました。お疲れ様。ちょっと長い配信付き合ってくれてありがとうね。本当にありがとうございました。
ベタね、どうしようかな。で、これでけた旅が。これを、なるほどね。バンドラジブ下に貼り付けりゃいいかな。これで OK だね。 OK。 はい、これで OK でしょう。これで完成しときましょうかね。背景はなしで OK、 照明もなし。表情が
怒り表情ちょっと曇るね。喜びも。驚きはいい。そうね。表情作りましょう。ちょっともったいないもんね、このままやっちゃうと。編集話し OK、 話し合いの OK。 怒りを眉毛男性で、これね、これぐらいでいい。これで OK だね。で、喜びがね、眉はこれで OK で、目が男性で、口の形なんとかしようか。喜びはこれでいいかな。じゃあ泳ぎ OK。 目閉じはまあ仕方ない。よし OK。 でこれで名前をつけていこうと思うんで、いや、ほとんど名前つけなくて上書きや。で、こうやってポーズで怒り表情とかどうかな。よし、これでいいや。はい。で、ここに保存で、はい、サムライフォーク。で、これで OK で、よーし、これで OK。で、マテリア数は変更して8にしときましょう。で、ボーン数を減らしとくことでいけるはず。
ちょっと下げとこうっと。128以下になってるから本数問題なし。はい、これ OK。これで OK だね。大丈夫、これで許可で、まあ再配布はなしでいいでしょう。いや全員に許可でいいや。完成しました。うん、ちょっと長かったね。じゃあこれで一応完成ということで終了しましょう。3時間近く放送してたね。ちょっと長くなりすぎてごめんよ。それでは終わります。うん、またね。ポチッとな。